ああ、ゆうきくん、学祭の準備？久慈さん、こんにちは。そちらも出し物の準備ですか？ああ、俺たちは寮の方もあるからほんの手伝い程度だけどな。二つも一緒には無理ですよね。クラスでは何をやるんです？何でしょう。ヒントは相手を気持ちよくさせるってことかな。違い、もしかしてマッサージですか？おい、むしろ俺もそっちの方がいいと思うな。今からマッサージに変更したらどうだ？あ、違うんですね。違ってても俺は桜野の言ったマッサージの方が健全でいいと思う。そうですか。なんて言って、実は和臣がゆうきくんのマッサージしたいだけだったりして。ふざけたことを言うなよ。さてと、みんなが揃ったところで朝の話し合いの続きなんだけど、コスプレの衣装に関して何かあるかな？いろいろと案を出すのは簡単なんですけど、それって誰かが作ったりしないといけないんじゃないですか？それに関しては問題ない。異様に裁縫が得意な奴がいるから。はーい、はいはいはい。俺の希望なんですけど、勇気には絶対ナースの格好が似合うと思うんだけど。またまたベタベタだな、お子様は。そこはメイド服だろう、やっぱり。それもベタベタじゃないかな。俺としては巫女さんも捨てがたいと思うんだが。それってみんな女の子の格好じゃないですか。俺はメイドに一票。さきさかさん、でも捨てがたいな。
話し合いしてても決まりそうにないね。とりあえず勇気くんは置いておいて、俺たちは適当にくじで決めようか。競争は絶対嫌だからな。誰もお前の女装なんか見たくないって。なんで僕は保留なんですか。ああ、ゆうきくん、いいところに。くじさん、どうかしましたか。おい、いいのか。問題ないない、寮長権限だよ。ほら、見てくれよ、ゆうきくん。ああ、気の早い誰かが勇気くんのために早速衣装を用意してくれたらしいよ。とはいえまだ仮縫い段階だけどね。あ、早くないですか。桜野もそう思うか。きっとあいつはずっと前から用意してたに違いないな。誰なんですか、あいつって。まあまあまあ、それは置いといて。ほら、早速着てみてよ。でも、それって女の子の格好ですよね。やっぱりちょっと恥ずかしいですよ。やっぱり嫌か。すごくっていうわけでもないですけど。だったら少しだけ見てみたい気もする。ほらほら、やっぱりお前も見たいんじゃないか。ゆきくん、頼むよ。仕方ないな。
どうですか。やっぱり悪くはないな。お前は本当に素直じゃないな。お前みたいに素直すぎるのもどうかと思うけどな。それにしても咲坂さん、僕の格好に関しての感想薄かったよね。なんでこんなことを心配してるんだろう。ですか。こんな夜遅くにすまない。咲坂さん、ちょっと悪いな、起こしたか。してましたけど、どうかしたんですか。さっきのその衣装のことだけど。はい。勝坂の手前はっきりは言えなかったけど、結構可愛かったから。それを言いに。ああ、なんだか気になったな。それじゃ夜も遅いから、この辺でおやすみ。おやすみなさい。楓くん、朝だよ。起きて。あのさ、ところで学祭のコスプレの件なんだけど、勇気のアリスはいいとして他のみんなは何をやるわけ？
そういうのは当日まで秘密にしておいた方がいいんじゃないのかな。そうだな。そういう楓くんはどうなの？俺のことはいいからさ。よくねっつの！っていうか俺コスプレとかマジで嫌なんだけど。僕できたら男の子の格好がいいの。それは却下だよ、ゆうきくん。ああ、話は変わるが、前夜祭の行事は打ち上げ花火に決まったらしい。うわ、本格的だな。この時期に打ち上げ花火って珍しいですね。でも、冬の方が空気が澄んでるし、花火が綺麗に見えるかもよ。咲坂さん、珍しいですね、一人でいるなんて。あ、桜のか。ま、たまにはいいだろう。それに今、学祭準備期間だからな。俺がいると邪魔になる。あれ、咲坂さんはクラスの出し物に参加しないんですか？あ、俺は寮の方があるし、クラスの出し物では役に立ちそうにないからな。クラスの出し物ってホストクラブだって聞きましたけど。似合わないだろ。僕は似合うと思いますよ、咲坂さん。かっこいいし。そうか。あ、でもやっぱり嫌ですよね、そういうの。時と場合によっては嫌じゃないこともある。そうなんですか。
楓くん、バザー品の回収なんだけど。ああ、ご苦労さん。ちょっと待っててな。バザーって普通どんなもん出すわけ？まあ、誰かにもらったいらないものとか。それじゃあ、これは？楓くん、なんでこんなの持ってるの？いや、たまたまもらっただけだって。ちょっと欲しかったから買ったとかじゃないからな。ああ、ゆうきくん、お仕事ご苦労様。お疲れ様です。先輩、バザーに何か出してください。何かいいものがあったかな。ちょっと待ってね。さすがにこれは。何ですか？見ちゃダメだからね。これはどうだろう。あ、かわいい。バザー品の回収か。お疲れ。サキサカさんも何か出してもらえますか？そうか。じゃあ少し待ってろ。何ですか、これ。ブラシだ。あ、ありがとうございます。さて、次は…コウタさん、ショウタさん、バザー品の回収です。ああ、バザーね。それじゃあ、これあげるよ。
おい、そんなもん出していいのか？ん？ダメなのかな？これって…おい、あんま触らねえ方がいいって。西洋クロマ術セット。